やっぱり天然芝とかその土のグラウンドあると思うよ。監督と同じ時間ぐらいに来るのが松井秀喜なんです。赤星なんてだからあの人工芝の時はスチールしたら絶対セーフになるって言ったからね。すごいなと思ったのが食事ですよ。お前ら意見まとめてこい。宮本さんは巨人の OB、うん、檜山さんは阪神の OB、はい、もうお二人とも巨人一筋阪神一筋ですけれども、うん、こうそれぞれの球団の、うん、なんだろうな、ローカルルールみたいな、球団ならではみたいなお話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、あのよく言われるのはやっぱり我々はジャイアンツ時間ってあるのね。10時出発だったらもう9時15分ぐらいからバスとか乗り出します。はい、でもう9時40分にはみんな揃ってます。9時40分にもうベテランの選手もいるんですか？います。20分前でもいます。で遅くても15分前ぐらいにはもうドーンと出ちゃいます。先に出発、先にっていうかもうみんな揃ってるから、あとは監督待ちです。監督が、5分前に来るのか10分前に来るのか、監督が来たらもうゴーって感じです。それを監督と同じ時間ぐらいに来るのが松井秀喜なんです。あはいはい、もうね、あいつね、もう面白い。5時はね、本当遅いの。いやだから逆に自分のそのなんつの生活リズムを持ってるんだろうね。はい、うん。で大体俺とかもう乗ってるわけ。で元木が大体松井のいわゆる教育係だった。はい、で大体元木はバスの後ろからおい5時押せんなよおめえって言うわけ。いやまだ5分前ですよとかっていうのが松井秀喜なの。で大体あいつ移動の時は監督の横の助手席に座ってるんですよ。松井が一番遅いから。遅いからね。来るの遅いから。そういうことか。そう、おめえはマネージャーかみたいな。それ長嶋さんが監督の時もそう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 。さすがに監督より遅いことはないですよね。それはないね。はあ、大体はねベテランが最後にこう一番最後の方に来だして、でまああとは首脳陣はねやっぱりミーティングがあるんで、で終わってみんなパッてくるんですけど、でもそれ同じように城島がそうでした。なんかもう冷たい目で見るじゃないですか、なんか部屋入ってくるともう始まってるような雰囲気で、え城じゃないでしょ、だって3時でしょとかなんか普通にあいつが言うっていう、もう普段の生活から時間ギリギリのやついるよね。うちで言うと今ね大城、はい、やっぱりちょっと沖縄の子はねちょっと遅い沖縄タイムって言いますよね。沖縄そうですね、沖縄タイムありますもんね。今ミーティングで大城が大城来てるって、来てたらじゃあ始めようっていう感じ。じゃあ最後にチェックが、そうそう大城選手、いや来てますよって、あいるか、じゃあ始めようって。だから今大城がもうメイン。うちのマネージャー沖縄出身なんですよ。一人背中向けてる、うん、その通りみたいな。あ、その通り。そうね、時間はそうありね。タイガースもやっぱりある。あ時間ありますありますけど、まあでもやっぱり徐々に若手から先に行って、やっぱり徐々に行って年功序列みたいな感じで、あまあベテラン僕は最後ベテランになると僕が一番最後に行って、じゃあ始めましょうかみたいな感じですよ ね。あでも阪神ねやっぱ球場のルールみたいなのがやっぱり伝統あります。プレーボールかかるときにやっぱり裏の攻撃なんで先に野手守りに行くでしょ、裏なんで、その時にあの土のグラウンドには足をはみ入れずに守備位置まで行きます。例えば一塁側だったらサードショートは普通はもう目の前のラインを飛び越して、はい、あのさーって直線に守備位置まで行くんじゃなくて、必ず外から行きます、外野の方から。サードはファールグラウンドから行きます。ああ中を通らない。すげえ。やっぱ土のグラウンドあるあるなのかな。じゃあそう、いやなんかタイガースの伝統なんですかね。あそうで金本ちゃんが阪神来た時、金本ちゃんは普通にレフトポジション行くんで、そのままど真ん中ダーッて行ってますよね。そう、はい、それは誰も何も言わない、何も言わなかったですね。あ、はい、それは例えば東京ドームでやる時もそう。あ東京ドームは多分まっすぐ行ってるじゃないですか、ね、やっぱりあの甲子園の土っていうのはもう綺麗なところをやっぱり最初やっぱり自分ゴロ取りたいんじゃないですか、なんかそういうのかわからない。あと昔はね、あの阪神園芸さんがすごく強くて、はい、スパイクで練習しちゃダメだった。あの天然芝ね、外野の痛むって言って、あのね俺らも言われる。あじゃあ雨降ってる時とかこうちょっと芝は今日は練習の時には今日はこうスパイクをやめてくださいとかって言われる。あの芝はすごいぞ阪神園芸さん ね。あとやっぱりあの芝の刈り方で綺麗に見せるにはやっぱりこう例えば園芸さんのあのねあのトラックでこう、はい、
例えばファーストからサード、こういう形でライト、はい、レフトでこうやっていくんですけど、うん、その方が綺麗になるけど、うん、結局順目、また今度順目だとこう、ね、ボールがね飛んでくるときゴロはこうスネークになりやすいんで、僕はライトの時は縦にやってくれたんですよ。あ、そう、はい、内野からライト、はい、内野からセンターっていうふうに、はい、あ、なるほどね、はい、そうすると縦にこうボールの強弱があっても、うん、横にはブレにくいんで、ゴロがやっぱりいわゆる順目逆目のやつですね、はいはい、取りにくくなるんですよ、やっぱりこうなるとスネークすると。それでもやっぱり目がたまに強い時はあのポロッとなるんで、だからちょっとあともうちょっと伸ばしてくださいとか、あ、そう、これ全部やってくれます。へえ、俺ブルペンはその年の一番最年長がこういろいろ言うね、あのブルペンの硬さって今すごい硬いんだ、ね、今スパイク入んないぐらい硬いの、うん、でプレートのところってこのプレートがあってここから土にするとかあるんですよ、で下にラバーが引いてあるんだ、うんうん、第2プレートみたいなのある、うんうん、その間をどうするかっていうのがあって、ここの幅を段差がちょっとあった方がいいのか、なくした方がいい、でもここから土にするのかっていう。で、山内俊が、まあ、向こうアメリカ行く前はちょっと段差があった方がいい、はい、智之はあんまりない方がいいとかってあるんですよ、はい、なんかイメージはあまりないイメージがあるんですけどね。そうそうそう、ないイメージあるでしょ、うんうんうん、だからその選手に応じていろいろあるんで、お前ら意見まとめてこいっていうのはこっちなんですよ。でもそれにちゃんと球場の管理人の方々が答えてくださって、ね、そうだから今日はちょっと水分が多かったとかあれば、はい、あ、そう、悪かったなって僕がコーチの時はその球場のドームの人に言ったりだとか、うん、すぐ対応してくれるんですけどね、そういうのね。あれ3回5回7回でよく水撒いたりとかするんですけど、あれも園芸さんがちゃんとタイガースの選手、まあ、中心の例えばショートの選手に水どうしますかってこう多めにとか、今日あんまりいないとか、みんな選手と掛け合いで、ね、試合中に、試合中に、うーん、いやー、やっぱり天然芝とかその土のグラウンドあると思うよ、うん、あると思う。カープはね、あの昔の市民球場は、うん、あのファーストとセカンドの間は硬いって言って、走る選手が多いんでわざと固めにして早く行けるように。うわ、そうなんですか。ただセカンドはたまんない、守ってる方は。ああ、そう、走る選手が多いから、走る速い選手が多いから、もうあそこが固い。面白いね。赤星なんてだからあの人工芝の時はスチールしたら絶対セーフになるって言ったからね、アウトになる気がしないって、もうスパイクが噛むらしいんですよ、人工芝は。やっぱり土はやっぱりちょっと逃げたりとか、そう、逃げるね、ずっとずれるからね、ちょっと。へえ、自分のイメージよりも足が速くなんか行ってるようなイメージもあるっていう。面白いね、足速い選手ならではの意見。ああ、ね、面白いね。面白い、国家斉唱だと、はいはいはい、国家独唱とかあるじゃない、はい、その時は見といてください。ジャイアンツは、はい、右手に帽子を持って気をつけるんですよ。だからみんなこんなん いろいろやるじゃないですか、はいはい、こんなんとか。うちは右手で持って帽子、右手で帽子こうです。で、気をつけです。原監督が。へぇ、でも同じにみんな並ぶんだったらその方がかっこいいですよね。そうなんです。構えになりますね。で、今度見ておいてください。はい。あの、だいたい3年生の1戦目やるじゃないですか。はい、やりますね。それはもう原監督がダメだ。ちゃんと帽子を右手に持って気をつけだ。なるほどね。いうことをやってます。はい。阪神もありますか？そういうのはない。もう自由かな、多分国家は。でも今最近ね、若い選手は、もう数年前から、まあ、僕がいた時もそうですけど、若い選手ってみんな朝トレーニングしたり、あの素振りしたりするんで、結構ね、早起き、8時、9時には起きてるかな、ナイターでも。で、トレーニングやなんか練習してから、まあ帰ってきて、昼ご飯食べて、ちょっと1時間ぐらい昼寝してるかもしれないです。あ、そう、あのね、今のルーティンは、阪神の選手って朝東京ドームしたらうちに来てるよね。行ってますよ。ね。はい、うちに来ます。来てるよね、はい、うちに三塁側のブルペンをねバッティング練習場にして投げてるんですよ。あ、そうなんですね。バッティングピッチャーの人とかコーチがね。俺ズボサタの取材で11ぐらいに行ってんだけど、阪神の選手は
他の球団見たことないけど、阪神の選手だけはあ練習してんだと思った。やっぱ巨人戦にかける思いってことですか。いやそういうんではなくて、多分若手の練習ですね。あ、じゃあどこの球場に行ってもやってる。結構やってますね。やってると思うね、阪神、はい、で阪神の監督コーチ陣っていうのはちゃんとランニングとかしてる。俺東京ドームのスタバによく一人で飲んでんだけど、その時に阪神の井上コーチなんかは走り行ってる、うん、で矢野監督も走り行ったりしてる、みんな、はいはいはい、結構みんなしてますよ、うん、福原君はちょっとお腹ね、はい、出ちゃってるけどスタバのなんかクッキーみたいなの買って帰ってた。そういうところの差が出るんですよね。かっこよかったのにな、あいつ若い時は。走るコーチいるでしょ。います、うん、石井拓なんかいつも走ってたけどね、拓郎なんかは。なんかみんなコーチどうしてそういうことするかというと、やっぱりビジターとか行っても、選手サロンにご飯がいっぱいケータリング置いてあって、それをね、やっぱりつまんじゃうらしいんですよ。それが太る原因なんだ。じゃあ体型維持のためにお散歩したり走ったり。どうしても行っちゃうらしいです。あると美味しいな。あ、こっちも美味しいな。そう。ね、プロ野球の僕、コーチやって、すごいなと思ったのが、食事ですよ。だって、はい、遠征行きました。朝6時半から朝食があるんですよ。はい、6時半から9時半まで、はい。で、今度は10時からブランチが1時まであるんですよ。はい、グラウンド行くでしょ、はい、グラウンド行ったら、もう食堂にご飯用意されてるんですよ。それで練習終わって、試合前にまた用意されてるんですよ。で、帰ってホテルで、もう何食すんのっていう。いや、すごいですよ。だからもう自己管理ができてないと無理です。そうか、どんどん食べちゃって。そう。だ選手によっては試合前全く食べない選手もいますよね。いる。へぇ。だから朝6時半からの9時ぐらいの食事は誰が食べるかって言ったら、トレーナーさんとか食べるんですよ。トレーナーさんはもう朝まで10時ぐらいからもう、そっか、やらないと入っちゃうから。仕事ね、はい、あるから。それも、たまに俺も行っちゃってたよ、ですよ。いや、年だから早くですよ。5時ぐらいで俺目覚めるから。朝6時に行っちゃうんだよ。星野さんは朝早かったからね、朝食食べさせろって言って、チェックしろって言ってましたね。そろそろチェック入るって行かないとみたいな感じで、もう9時ぐらいに起きて行ってましたね。ノムさんはどっちかというと夜型なんで、朝苦手なんですよ。だから朝は来ない。へぇー。やっぱそういったところも監督さんによってこう変わってくるんです ね、 ね。原監督は朝はそうで10時ぐらいです。朝散歩行かれて、で10時半ぐらい食事してですね。で夜はみんなでこうお酒飲みながらっていうのは多いです。でワインすごくご存知だから、うんうん、分かんないんですよ。いや、はい、どうだ、あ、美味しいっす、あのなって、いつもみは美味しいしか言わない。わかんないじゃない。ソムリエの用語使えないし。で、桑田が来てよかった。桑田が来て、いろいろ、これがシャルドレのなんとかかんとかとかって、俺もよくわかんないから、それは助かったの、桑田が来て。全部説明するから。で、監督といろいろそういうように話できるから、だから桑田には助けられた、あそこは。ワインだけは。ワインだけは。だけはじゃない。だけはじゃない。